岡部チャンネルへようこそ。広報担当の私たちが岡部株式会社について紹介していきますね。新人ですが先輩と一緒に頑張ります。では早速始めていきましょう。皆さんは岡部の製品を知っていますか？普段目にする町の建物や道路、山あいの構造物には岡部の製品が関わっているかもしれません。ここですね。こことここも。岡部株式会社は主に建設資機材の製造から販売を担うものづくり企業です。地震や土砂崩れなどの災害から人々の命と財産を守る耐震・免震製品は岡部ブランドとして建設業界での支持を集めています。岡部は建設関連製品事業を柱に、自動車関連製品事業、海洋事業と幅広い分野の事業を展開しています。主力の建設関連製品事業の売上シェアは約8割です。仮設・型枠製品、土木製品、構造機材製品と建築・土木関連工事に必要不可欠な資材・機材を取り扱っています。年間で使用した材料の総重量は約5万トンにも上り、アフリカゾウおよそ1万頭分の重さに迫ります。すごいですね。ちなみに当社開発のフリーフレームは1年で約100万メートルを販売しています。累計では約9万キロ、地球2周以上の長さを販売していることになります。びっくりした。採用担当からのプチ情報でした。では次にビジネスモデルを紹介します。建設業界のビジネスフローは独特ですよね。建設業界では施主から元請け、下請け、孫請けと仕事が発注され、建物が施工されていきます。その中で岡部はゼネコンへの建設資材販売や現場のニーズを捉えた製品を開発しています。企業と消費者ではなく、企業と企業の取引、 B2B ビジネスということですね。岡部は1917年に個人商店として創業、以来高い技術力を背景に画期的な製品を次々と開発、建設業界に貢献してきました。人々の安全安心のため、日本の礎となるべく100年以上の長きにわたり信頼と実績を築いています。100年ってすごいですよね。次の100年へ、持続可能な開発目標 SDGs の達成に向け、岡部では5つの項目を重点目標に掲げ、さまざまな事業や施策に取り組んでいきます。安全安心の提供を通じて社会に貢献する、総合的なソリューション提供により日本だけではなく地球規模の課題の解決に貢献するグローバルメーカーを目指します。日本の世界の礎になる岡部株式会社。最後までご視聴いただきありがとうございました。